今土曜日で明日日曜日なんですけれども、日曜日は母と父もゆっくり過ごしたいということで邪魔をするわけにはいかないので、朝早く撮影するために今夜準備しています。やっぱりね、家にいる以上はできる限り父と母にはね、迷惑をかけないようにしなければなりません。迷惑をかけてしまうとね、出ていかなければならないので、このキッチンとおさらばするのは少しね悲しいので、しっかり母と父には従います。私だれ馬、結構朝が苦手なんですけれども、頑張っておきたいと思いまっちょね。それでは私だれ馬用意ができましたので、おやすみでございまっちょ。おはようございまっちょ。ただいま5時55分、眠すぎはろたということで、今からキャラメルバナナトーストを作っていきまっちょね。今回使う材料はこちらっちょ。まずバター、そして牛乳、生クリームの方が美味しくなるんですけれども、生クリームがない方は牛乳でも大丈夫です。そしてお砂糖、バナナ。バナナは熟れたバナナの方が美味しく仕上がります。最後に食パンです。それではやっていくぞい。材料はこちら。眠たい。僕ね、朝がめちゃくちゃ弱いんですよ、本当に。いつもはね、12度寝ぐらいしてしまうんですけれども、今日はキャラメルバナナトーストを食べることができるということで頑張っておきました。まずバナナを斜めにスライスしていきます。別に縦でもいいんですけれども、斜めの方が見栄えがいいので斜めにカットしていきます。はい、バナナが切り終えましたので、今からキャラメルを作っていきまっちゃね。フライパンをセット。ここにお砂糖。お、固まってる。そしてお水。水を入れましたら弱火で加熱していきまっちゃね。で、加熱していく際はあまり動かさないで大丈夫です。ということで、お砂糖とお水を加熱している間にパンを軽くトーストしていきまっちゃね。食パンはですね、サクッチョするまで少し加熱すれば大丈夫です。ファイヤー。このようにフツフツしてきたら、全体的に少しなじませてあげましょう。少し時間はかかるんですけれども、飴色になってから早いので、見放さないようにしてください。見放してしまうと焦げてしまって、すごい苦いキャラメルになります。見放さないようにと言っても結構お暇だと思うので、筋トレしておきましょう。とりあえず筋トレしておけば何でも大丈夫です。朝の筋トレ気持ちいい。これはサイドレイズです。サイドレイズってどこを鍛えてるかというと、肩のこの横の部分です。ここを鍛えてあげると、肩幅が広くなったり、肩が出っ張って腕が太く見えるようになります。早起きは3問の得の1問目はパンプアップです。このように朝早く起きるとパンプアップすることができます。これは素晴らしい得ですね。今日の3問の得の、残り2問はキャラメルバナナトーストをいただけるということ、そしてプロテインを飲めるということです。はい、マッチョにとっては素晴らしい朝ですね。マッチョ以外どうでもいい朝ということで、少し色づいてきたらこのようにまたなじませてあげます。まだ部分部分茶色いんですけれども、これが全体的にボディービルダー色になれば OK でございまっちょね。ということで、泡がこのようになくなり、全体的にボディービルダー色になってきたら OK です。ボディービルダー色になれば、ここにバター、そして牛乳。今回僕は生クリームがあったので、生クリームを使用しています。入れましたら、これをしっかりなじませます。なじませまっちゃね。めっちゃええ匂いする。最高。早起きしてよかった。全体的に少し優しい感じのボディービルダー色になりましたら、ここにバナナを投入していきまっちゃね。バナナを入れたら、全体的にキャラメルを絡ませてあげまっちょ。このようにね、両面にしっかりキャラメルがつくように絡めてあげてください。絡めるだけに。ははっ。このように絡まりましたら火を消しまっちょ。そしてここにしっかり絡めたバナナを入れていきまっちょね。で、実際ですね、このままもうトーストの上にキャラメルバナナを乗っけて完成でもいいんですけれども、このキャラメル残ってしまうんですよね。これ非常にもったいないですよね。ですので最後にカリッと焼いた食パンにこのキャラメルをコーティングしていきまっちょね。こちらがいい感じにカリッと焼いた食パンです。これをフライパンにキャラメルと一緒になじませてあげます。裏も同じ感じです。この状態で少し加熱しましょう。こうすることでね、残りのキャラメルもしっかり無駄なく使うことができますし、もったいないおばさんが出てこずに済みます。このようにしっかり全体的にキャラメルを絡めてあげましょう。絡めるだけに。食パンの全体的にキャラメルがコーティングされましたら火を消しまっちょ。今日は可愛らしいトーストということで可愛らしいお皿をセッツ。実はこれ100均で買ったものです。100均最高。トーストセッツ。最後にお箸などを使ってキャラメルを絡めたバナナを盛り付けていきまっちょね。えいえい。もうね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの駐車場ぐらいバナナをぎっしり詰め込んでやりましょう。こんな感じでね、ぎっしりバナナちゃんたちを詰め込みましたら、残ったキャラメルをかけていきまっちょね。最後に全体的にキャラメルを伸ばしてあげればキャラメルトーストの完成でございまっちょね。ナイス女子力、ナイスマッチョ。ということで、このように甘いトーストときましたら、皆さんにとって、こちらに合う飲み物は何ですか？うんうん、そうですよね。プロテインですよね。プロテインを作っていきまっちょ。牛乳を 200ml 入れています。ここに筋肉の素を1スクープ、そして魂を込めてプロテイン。さあ、筋肉の素と魂がこもりました。こちらをしっかり蓋をしてフリフリダンス。そして左側もフリフリダンス。フロント部分もいきましょうか。フリフリダンス。うっとうしいので割愛。これでマッチョ店員の完成。よいしょマッチョね。疲れマッチョ。それではいただきマッチョ。早起きは気持ちいいですね。本当に先ほども言いましたが、今回の早起きの3問の得は、1つ目はパンプアップ、2つ目がキャラメルトースト、そして3つ目がこのマッチョ店員です。マッチョにとっては最高の朝ですね。マッチョに幸あれ。生き返る。筋肉もめちゃくちゃ喜んでます。それではキャラメルバナナトーストいただきまっちょね。今回のキャラメルバナナトーストは食パンにキャラメルをねコーティングさせているので手がべちゃべちゃになります。ですので手を汚したくないという方はこのようにフォークとナイフを使ってください。このようにギコギコ切ってこいつを食らうっちょ。うまっ。もうね、加熱してトロットロになったバナナとキャラメルの相性が抜群です。またバナナを加熱したことによって、甘みが増すんですよね。その甘みとキャラメルのこの香ばしさと甘み、これら全てが絶妙にマッチョしておりますね。はい。香りも味もめちゃくちゃ良くて、匂い的にもディズニーランドやユニバーサルにありそうな匂いがします。なんかユニバーサルとかさ、ディズニーって少しキャラメルっぽい匂いしませんか？あのポップコーンのあの匂い僕大好きで、今年はねコロナで行きづらいと思うので、このトーストを食べてディズニーやらユニバーサル気分を味わってみてはいかがでしょうか。こう見えて僕ね、ディズニーランドがめちゃくちゃ好きなので、今は彼女がいないんですけれども、彼女ができた暁にはまたね、そういうところも行ければなと思います。この動画が良かったまたは面白かったと思われた方はチャンネル登録およびグッドボタンよろしくお願いいたしまっちょ。すっごい糖質。